グランドー・ファン・ルイド・フランスは、フランス王類14世と、王妃マリー・テレーズの長男で成人した、唯一の子供。グランドー・ファンとして知られる。フォンテーヌ・ブロー宮殿で生まれる。誕生後直ちに、フランス王大使となったが、即位することなく、父に先立って49歳で死去した。グランドー・ファンと呼ばれるのは、代わって王大使に立てられた長男ブルゴーニー・コールイが、 同じく即位することなく父の死の翌年に29歳で死去したこともあるが、大柄な体格であったことにもよる。ルイ14世の死後、1715年にフランス王位を継承したルイ15世は、長男、ルイの三男で、グランドファンの孫、ルイ14世の彦である。1680年に、バイエルン戦帝公、フェルディナント・マリアの長女マリア・アンナと結婚した。 二人の間には三男が生まれた。1690年に妻が死亡したため、愛人だったマリー・エミリド・ジョリード・ショワンと秘密裏に、帰船結婚した。息子が生まれたが、地方にやられ、二歳で亡くなった。ありがとうございます。